東部二万系電車。東部二万系電車は、九百八十八年三月二十五日に、運行を開始した東武鉄道の通勤系電車。伊勢崎線と帝都高速度交通営団日比谷線との直通運転用として、二0系の置き換えのために製造された。本校では、初期型の二万型電車、並びにマイナーチェンジ車の二万五十型電車及び二万七十型電車に、 ついて記述し、さらに2万型、2万50型、2万70型を4連化して、地方線区向けに投入した2400型電車についても記述する。なお、個々の編成を表す場合は、浅草、中目黒より先頭車の車両番号の末尾に F を付して表記する。比例防車であり、かつ老朽化していた日比谷線直通用の2000系を置き換える目的で製造された。 1988年から A 団でも車両冷房を開始することになったが、日比谷線では車両の更新も兼ねており、まずこの2万型が最初に営業運転を開始し、ついで A 団03系、東京急行電鉄線系の順で営業運転を開始した。乗り入れ先となる日比谷線の当時の規格に合わせて18メートル級車体となっており、編成はすべて制御車。 電動車のみの MT ひろく m 2 t 八両固定編成で構成されている。二万型、二万五十型、二万七十型は系列の違いによる運用の区別はなく全編成共通で東部車の運用で使用されている。定期列車の走行区間は南栗橋北千住日比谷線中目黒間であり二千十三年三月十五日まで日比谷線のもう一つの相互直通運転先と なっていた、東急東横線への乗り入れはなかった。日比谷線への直通列車のほか、東武線内のみを走行する列車や、走行距離の調整で、日比谷線内のみを走行する列車もある。いずれも、各駅停車で運行される。全車3、扉車編成と一部も、扉車編成が混用される、東武スカイツリーラインと日比谷線とを直通する列車の、車両を4、扉車に統一し、 日比谷線のホームドア設置を進めるために、2017年から日比谷線直通用の車両を20メートル級車体、7両編成の7万、軽電車に置き換えており、2019年度までに全車が日比谷線直通運用から撤退することとなっている。余剰となった2万型、2万50型、2万70型を4両、ワンマン化して、全面リニューアルし、2万40型として、 宇都宮線等に投入している。ほぼ同時期に導入された1 3 0系に順じて、オールステンレス製軽量車体構造及び、ボルスタレス台車が採用された。両開き3、扉車の窓配置は、d d 2 2 d 2 d 1と、本系列独特の配置としている。主回路制御は、有楽町線直通用の急線系と同様に、アフ式主回路直波制御を採用している。 主電動機は1万系列との共通の出力1 4 0ットの直流副関電動機を採用していい。1988年から1992年までに8両編成13本が落成した。1992年からは仕様を変更し、日比谷線での朝ラス主事の混雑緩和を目的として、編成の前後、各2両を5、扉車としている。 同年12月29日より運行を開始。8両編成8本が製造され、先頭車の正面には5、扉車であることを示す、5ドアーズマークを掲出する。主要機器の見直しも行われ、主回路制御にじいておさゆりした素子による、VVVF インバータを採用するとともに、LED 式行き先表示器や液晶式車内や内、表示器、ドアチャイムなどを装備している。 このうち液晶表示器は維持費がかかり、液晶ディスプレイ自体の劣化も進んでいため、1999年に9050系のものと共に撤去し、その位置は広告枠としたが、2050型から自動放送装置を設置した。伊勢崎船内、日比谷船内ともに女性の声で英語放送にも対応している。伊勢崎船内では当初男性の声であったが、 2011年頃に5万50系などと同じ女性の声に更新され、英語放送に対応した。なお、日比谷船内での自動放送は、東京メトロ発足後しばらく使用されていなかったが、2004年秋頃に使用を再開した。2万50型の導入当初は、東武船内では後扉開閉での運用を行っていなかったが、1993年3月1日から、 日比谷線で3系と共に5扉開閉を開始した。この時は以降の混乱を避けるため同年2月26日から2月28日まで朝ラッシュ時の8本の列車のみで試験的に実施していた。2014年時点での後扉車の3扉開閉は整列乗車のために始発駅でのみ行われ、発車後に車掌より次の駅から5扉すべて開閉する。 胸のアナウンスがなされている。2000年3月8日に中目黒駅構内で発生した脱線衝突事故により21,852回の中間車2両の車体が2001年4月に東急車両製造において代替製造され、1996年より8両編成3本が製造されたが、これらは置き換え用ではなく列車増発用として製作された。 この頃から全車両の車体側面部に、日比谷線直通と表記したプレートを付するようになった。1997年3月25日に、運行を開始。5、扉車の所要編成数に達していたことから、両端の後、扉車を3、扉車に戻している。主要機器は、おおむね2万50型に準じているが、シングルアーム式パンタグラフ、3万系に準じた。 LED スクロール式車内案内表示器を装備している。さらに、補助電源装置は、東芝イベット方式 SIV に変更の上容量を増強した。車体では、土平装置を変更し、側扉のガラスを複装ガラスに変更した。上記のデータは、鉄道図書館公開、鉄道ピクトリアル2008年1月臨時増刊号、東武鉄道特集による。 東武スカイツリーライン、日比谷線直通運転用の新車両として7万、軽電車の投入が2017年から始まっており、7万、軽の投入によって余剰となる、統計列については、2017年6月の夕価、証券報告書にて、4両編成、ワンマン化改造工事の予定があることが、明らかにされ、2018年6月の東武、宇都宮線の利用促進キャンペーン、 東部宇都宮線フリー乗車での詳細会で、形式が2400型となること、宇都宮線で運用されることが明らかとなった。2018年7月、2万系の車両を4両編成に改造した2400型電車が、報道陣向きに公開された。2018年9月3日から日光線の南栗橋駅北と宇都宮線で、営業運転を開始した。 2400 4型派手車の種類類ににより4形式に分類される。今回の改造工事は、日立製作所と津波車両の両社で実施されており、以下の改造が行われている。これに加えて、9250型後、扉車は5ドアのうち2ドアの客室扉部全体を塞ぎ、1100 m m の側窓及び座席の設置として3ドアに改造する予定としている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。